中国国営の中央テレビによりますと昨日南部の厚生省で人工的に雨を降らせる作業をしていた小型機が住宅地に墜落しました乗っていた気象当局の職員ら5人が死亡し墜落に巻き込まれた市民1人もけがをしたほか住宅3棟にも被害が出ました厚生省では去年10月から干ばつが続いていて当局が人工降雨の作業を続けていました 中国の航空当局が事故の詳しい原因を調べています。